そうか。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。叔父上、九郎殿の名を捨て。この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。藩を追え。仁、鷹のためだ。行け。何用で参った。志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。グズグズしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんだ。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる。見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か。あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを。おじゅうまさこ殿、のりお、石川先生と大見村へ行け。お
俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば、馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。まさにこのことや。ノブ、酒井殿が逃げたぞ。隅々まで探すのか。逃がすな。こちらも探しましょうか。うん、なんだ。調べるぞ。見つかったか。北へ逃げられる。お主ら馬に乗れ。残りの者は門を固めよ。よし、落ち着いてくれ。守りきれず進まなかった。晴れ
ユナはご神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進もが来そうだ。早くユナを見つけよう。ユナはおらぬな。だがこの者らひとところに集められたのか。ここにも人が。なぜ死んだ？口の周りに血を。この匂い、トリカブトだ。王子も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。ムッコース、バルタルディ。吹雪に紛れれば。
目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら櫓に来て。ユナと話そう。いい隠れ家を見つけた。櫓から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けてノブは死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？俺が降伏しなければ対馬の民が本土の武士や叔父上と戦っただろう。殺し合いになればハーンの思うつぼだ。志村様は罠にはまったね。追い詰められていたのだ。猛虎にも俺にも将軍様への義にもな。力を合わせねばならぬ時なのに。何であろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。ハーンを殺して猛虎を追い返せば志村様は許してくれるかな。
幼い頃からおじうえは父であり師であり世のすべてだった。嘆かせたくはなかった。いつか和解できればと願う。いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。上学寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。Den Ding muss ich sagen. Ja, Sambe. Ata hat was so. Negi um Harsinta. Wusho! Dorsch! Huh? ここで死ぬかと思いました。動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。物見役の旧兵。見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げおびき寄せて一網打尽にする。待っておれ。のろしを上げる。
これで気を引ける。では戻るか。あいつら氷の上に来た。始末する。策を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。蝶と歩兵か。蝶を殺せば兵は散る。ヘンネゲモッチョだ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。猛虎もいないし壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。Thank you.
近江から神野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて、私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。そこのお方、温まってってくれ。お主、武志か。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか。近江への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなれ。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。体の中を食い尽くすって聞いた。だから血を吐くんだね。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。そろそろ月が回ってくる。酒井さん、こっちだ。ようやくここまで登れたぞ。ノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐにね。今飲みました。ユナのやつ、変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。Let it set!
あの獣がすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今少し待て。ジムラ様が援兵を募り軍を作った時、なぜあんたが率いない？志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦あんたのものじゃないのか？志村殿には城がある。春までここをお使い。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ついてこい。言うな。まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。兵は南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても日槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って日槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。橋を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。Get there, get there!
加勢する。槍川の戦士も一緒だ。今は戦え。どれだけ待たせんのさ。こっち来ないで、見つかっちゃう。刑事、隠れていろ。分かってます、どっか行って。なぜ門を開けるまで待たなかった。あんたがそのファンだよ。敵の残りはいかほどだ。こやつらのみです。では早く殺せ。高い様、ちょうどいいところに。撃たれないよ、乗りよ。おのおの方、怪我は？少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った、早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。